来たか。君たちが来る直前まで師匠は発狂してたんだが、見ずに済んでよかったな。さっき妹たちが師匠を支えていったが、どうやら師匠が誰かの名前をつぶやいてるのが聞こえたらしい。その人が誰か聞くと、師匠は急に怯えた表情になり、妹弟子を押しのけたそうだ。苦しみながら耳を塞いでいたらしい。血眼になって辺りを見回していた。ずっと名前を叫んでいたよ。俺たちが知ってる人も知らない人もいた。みんなかつて師匠に任された剣術家のようだ。その中の一人である安西という人は師匠の元兄弟子だった。だが師匠に敗れてからあてもなくさまよい続けてるらしい。師匠はさっき彼の名前を何度も叫んでた。神社の巫女様が師匠を殴って気絶させなかったら儀式も続けられなかっただろう。邪気払いの儀式はもう始まってる。ここで結果を待ち、師匠の無事を祈ろう。君たちは少しここで待っててくれ。水を取ってくる。師匠が起きたら飲むだろうから。なんかさっきコソコソしてるやつが走ってったぞ。まさか邪気払いの儀式を邪魔しようとしてるのか。そうはさせるか。旅人、早く追いかけよう。ここにもいない。もっと上かな。本当にここか？もっと上に行って探してみよう。いた！あそこに怪しいやつがいるぞ。きっとあいつだ。お前ら、なんでそんなに足が速いんだ。本当にドモンの弟子か。ドモンより速く感じたが。それとも何年も会わねえうちに土門のやつまた実力を上げたのか。おい、聞きたいことがあるのはこっちだ。お前は誰なんだ。こそこそしてるし、きっと悪いやつだろう。悪いやつ？はっ、お前らが生まれてくるずっと昔から俺とドモンは一緒に剣を学んできたんだ。もう昔のことはあまり喋りたくねえが、俺はドモンから兄弟子と呼ばれる立場なんだぞ。兄弟子？まさかお前。そうだ、俺が安西だ。ドモンに会いたくねえからに決まってるだろう。あいつと関係のあるやつともな。あの時俺とあいつは同じ剣術家の師匠のもとで一緒に明鏡止水流を学んでた。俺はあいつより5年も早く入門した。みんなに頼られる兄弟子だった。明鏡止水流は雑念のない心を追求する流派だ。そのため門下の弟子たちは名声などに興味を持たなかった。俺も含めてな。しかし土門は違った。あいつが門下に入って最初にやったのは、笑いながら師匠に向かってどうしたら天下一になれるんですかと聞いたことだ。その時師匠はあいつを叱った。剣術はそのような名声のためにあるものじゃないと。何日か剣を習っただけで最強になるなど心に雑念を持っている証拠。そんなんじゃ剣を学ぶなんて永遠にできない。当時俺もそう考えてた。だが
土門の剣術の成長はとてつもなく早く、俺にさえ追いついた。その時、俺は確信したんだ。土門はとっくに雑念のない心という境地に達していたんだと。あいつの心には天下一を取ることしかなかった。剣術の極みを追い求め、どんなに挫折しようとあいつは立ち直った。すごい人なんだな。でもなんでその人に会いたくないんだ？それはあいつが来るまで俺は自分が明鏡止水流を受け継ぐことを目標にしていたからだ。師匠の弟子たちの中で俺は最も優れた才能を持ち、誰よりも剣の修行をし、みんなの期待を背負ってた。だがあいつが来てから全てが変わった。俺はあいつとの勝負に敗れ、メンツも地位も失い、門下を逃げ出したんだ。後から聞いた話だが、あいつは師匠とも勝負をしたらしい。師匠はすでに年を取っていて、勝負の中で最後の気力を使い果たしてしまったそうだ。それから俺はもうあいつと何の交流もしてねえ。だが正直なところ、俺はあいつの剣術とそれを追求する心を認めてる。だからあいつが発狂したと聞いた時は嘘だと思ってた。あいつが発狂なんかする玉か？明鏡止水の極みに達したやつなんだぞ。それでこっそり本当に狂ったかどうか確かめに来たんだ。なのにあいつ俺の名前なんか呼んでやがった。俺はてっきりもうとっくに忘れたのかと思ってたぜ。とにかくあいつに害を加えるつもりはねえよ。ただ確かめに来ただけなんだ。さあもう帰ってくれ。俺から話すことはもう何もねえ。邪気払いの儀式もすでに終わった頃だろう。おお、どうやら邪気払いの儀式を邪魔しに来たわけじゃなかったんだな。誤解だったみたいだ。でもこの人を連れて行くべきかどうかは迷うな。とりあえず邪気払いの儀式がどうなったか見に行ってみよう。いざ。何ですって？師匠は邪気に取り憑かれたわけじゃない。師匠は自分から狂ったとでも言うんですか？そんな、私は信じません。きっと何か事情があるに違いありません。七子、落ち着け。申し訳ございません。私の力では土門さんが取り憑かれているのを確認することはできませんでした。しかしこの世界には様々な蛇が存在します。その多くは私が今まで見たこともないもので、今の段階で結論を出すことはできません。それにこのことに転機がないとは限りません。先ほど私が得た情報によりますと、八重様があなた方の師匠に会ってみたいとおっしゃっているようです。八重様が？俺の知ってるあの八重様がですか？鳴神大社の大巫女様、八重様が？よかったです。これで師匠は助かります。ええ、八重様は幅広い知識を持ち合わせており、これまでも数々の災厄と邪気を払ってきました。あなた方の師匠が邪気に取り憑かれたのかは分かりませんが、八重様ならきっと正しい答えを導き出せるでしょう。その巫女様、八重様に会うには何か準備は必要でしょうか？
必要ありません。唯一行うべきは指定された時間に鳴神大社に着くことです。八重様は無駄に待つことを嫌っています。では私はこれで鳴神大社にてお会いしましょう。土門さんがいち早く回復することを祈っています。まさか八重様が俺たちの師匠を気にかけてくれるなんて。兄さんは師匠の名声が八重様の目に止まらないとでも言いたいのですか？いや、そんな、それは誤解だ。ただ八重様なんだぞ。噂では将軍様と深い関係にある大巫女様だって。とにかく明日は君も来てくれ。わざわざ遠くから弟子入りに来たんだ。どんな結果になろうと我々明鏡止水流は君に結果をもたらすべきだろう。おう、おいらもその八重様って人が気になるぞ。その人から雷電将軍の情報を聞き出せるかもしれないしな。